はい、こんにちは、レトスの小野です。今回は、青年非後見人について、解説させていただきます。青年非後見人がどんな人かというと、イメージとしては、重い認知症の方ですね。重い認知症の方。で、一応法律ではどのように規定されているかというと、自理を弁識する能力を各状況にあるもの。で、かつ、後見開始の審判を受けたものなんですね。まあ、この二つを満たす場合に、青年非後見人と呼ばれます。で、まず、自理を弁識する能力ってどんな能力かっていうと、まあ、簡単に言うと、物事の判断能力ですね。何かをしました。何かをした結果、どうなるかということが分かる人。例えば、不動産を購入するっていうことを考えたときに、その結果、どんなことが起きるかというと、不動産を買うわけだから、お金を払わなければいけないという結果が生じるわけです。また、不動産を売る場合で考えたら、不動産を売ったら、その不動産を相手方に引き渡せなければいけないということが発生しますよね。結果として生じますよね。こういったことが分かる能力。これが自理を弁識する能力といったイメージです。これを各状況にある。各ってこれ、かけるってことだから、そういった能力がないっていうことですね。物事の判断能力、何かをした結果、どんなことが生じるのか、その結果が分からない。その結果を認識する能力がない状況にあるもの。状況っていうのは常にそのような状況だということです。つまりいつでも何かをした結果、どんなことが生じるのかっていうことがわからないっていうことなんですよね。まあ、だから一番イメージしやすい事例で言ったら、重い認知症の方です。重い認知症の方っていうのは何かをした結果、どんなことが生じるのかってやっぱわからないんですよね。なので、まあ、重い認知症の方ってイメージするとわかりやすいです。で、かつ、家庭裁判所の後見開始の審判を受けたもの。これが青年非後見人なんですね。つまり、自理弁識能力が常にない人というだけで青年非後見人になるのではなくて、後見開始の審判、この審判は家庭裁判所が行うんですけども、この審判を受けて初めて青年非後見人になります。だから、まあ、この二つを満たす人ですね。この二つを満たす人が青年非後見人なんだと。いうことをまず頭に入れておきましょう。で、この後見開始の審判って、まあ、どのような審判かというと、まあ、イメージとしてはですね、この青年非後見人に今からなりますよと。あなたは今から青年非後見人ですよっていうふうに家庭裁判所が、まあ、決めた人っていうイメージですね。そういった審判を下す、これも判断を下すってことですので、家庭裁判所が、あなたはこれから、青年非後見人になりますよというふうに判断を下したものというイメージです。だから、この二つを満たして初めて青年非後見人になるということです。で、この後見開始の審判っていうのは、ある人が請求することによって家庭裁判所が、まあ、判断するんですね。で、誰が請求することができるかというと、本人ですね。本人が自分自身で、後見開始の審判くださいって請求することができます。まあ、これね、重い認知症の方なので、まあ、それできるかどうかは別ですよ。できるかどうかは別ですけども、一応本人もできると。あと、その配偶者ですね。あと、四親等内の親族。その他、まあ、検察官とか、まあ、そういう人もできるんですけども、まあ、このあたりを覚えておくといいです。で、四親等内の親族。この四親等って、どの範囲の親族を言うのかなんですけれども、自分を中心に考えたときに、上に一個行くと1です。プラス1。下に行ってもプラス1なんですね。つまり、上下に、一個ずつ動くことによって、プラス1加算されるんですよ。なので、例えば私を中心に考えたときに、親は、お父さんとかお母さんは一個上に行くわけですよね。だから、一親等ですね。で、じゃあ、おじいさんおばあさんどうなるかっていうと、私から見ると、一つ上行って親、お父さんお母さん、そのお父さんお母さんが、おじいさんおばあさんですよね。だから二親等です。で、私の親の兄弟っていうのは、私からお父さんお母さん行って、おじいさんおばあさん行って、さらにその子供ですよね。ってことは三親等です。1、2、3ですよね。まあ、親の兄弟ってことですね。親の兄弟。これ横には行きませんよ。横には行かずに、一回上に上がって下に行くと。だから、1、2、3ですね。で、いとこっていうのは、私の親の兄弟姉妹の子供なので、ここ四親等ですよね。私から見て、親が1、おじいさんおばあさんが2、で、その子供、が、まあ、おじさんおばさんですよね。が、3。で、その子供で4。っていうふうに、1、2、3、4っていうふうに言ってるわけですね。
だからまあ四親等内の親族の具体例としてはいとこがあります。で、成年非後見人が行った法律行為、例えば物を買うだったりとか、まあそういったことですね。それっていうのは原則取り消し可能です。重い認知症の方なので、物を買ったりしたらお金払わないといけないってことがわからないわけですよね。だから原則後で取り消しはできます。だから初めにも言った通り、例えば不動産を購入するよって、意思表示をしたとしても、その売買契約ですよね。不動産の売買契約。これも後で取り消しができます。ただ例外的に取り消しできないものがあるんですね。それは日用品の購入です。例えばお菓子買いましたとか、食料品買いましたとか、あとシャンプー買いましたとか、まあそういったものですね。そういったものについては取り消しできませんよということです。で、続いてですね。続いては、成年後見人についてお話しします。成年後見人っていうのは、成年非後見人の保護者です。保護者。つまり、重い認知症の方を保護する人ですね。具体的には弁護士さんですね。弁護士さんが多いです。なんで、まあ、弁護士さんをイメージしていただくと、いいと思います。後でもお話しするんですけども、この弁護士さんが成年非後見人に代わって、何かしらの法律行為を行うんですね。この成年非後見人は重い認知症の方なので、例えば不動産の売買とかね、そんなできないわけですよ。保証人になるとかもできないわけですよね。だからそういったことをやるときには、代わりに成年後見人が行うんだということですね。で、この成年後見人が持つ権利ってどんなものがあるかというと、例えば取り消し権です。取り消し権。今言ったように、この原則取り消し可能とこう言いましたよね。例えば不動産買いましたと、成年非後見人が不動産を買うね、売買契約を締結しちゃったと。そういった時に、本人自身ももちろん取り消しすることはできるんですけども、成年後見人も取り消しすることは可能です。あと、追認することも可能です。追認権ですね。例えば、成年非後見人が不動産買いましたと。後で取り消しできるけども、いや、これ買った方がいいよという場合は、この弁護士さん、成年後見人が追認をして、売買契約の有効を確定させるということですね。で、もう一つが代理権ですね。代理権っていうのは、成年非後見人の代理人として、成年非後見人の代わりに売買契約を、行うんだということですね。これ実はですね、成年後見人っていうのは法定代理人と呼ばれる人なんですね。まあそこから考えて法定代理人、まあ法律に基づいて定められた代理人なんですね。この後見開始の審判を成年非後見人が受けると、それに合わせて成年後見人も選任されるんですね。で、成年後見人となったものは法律でこの成年非後見人の代理人っていうふうになってるんですね。つまりもう法律でそのように定められている。だから法定代理人なんですね。法律で成年非後見人の代理人だと決められているので、成年後見人は代理権を持つんだということですね。ただここ一つ注意していただきたいことがあって、何でもかんでもこれ代理権行使できるかというと、実はまあそうじゃないんですね。一つ注意していただきたいのはここです。成年非後見人の居住用不動産、まあマイホームですね。建物と土地です。この成年非後見人が住んでいる建物と土地、これを売却する場合は家庭裁判所の許可が必要です。これ代理人だからといって成年非後見人の居住用不動産マイホームをね、勝手に売っちゃったってなってくると、この成年非後見人住むとこなくなっちゃうと、えらいことになっちゃいますよね。だからこれは事前に家庭裁判所の許可を受けてくださいねっていう風になっております。で、最後一つ注意点です。成年後見人っていうのは同意権がないんですよ。同意権がない。つまり、成年非後見人が例えばある不動産を買いたいですと言った時に、成年後見人が、あ、いいですよって同意したとしても、この同意っていうのは何の効力もないんですね。何の効力もないということは、同意した上で成年非後見人が売買契約をしたとしても、これ後で取り消しができるんですね。同意した意味は全く何もないわけだから、単にもう単独で成年非後見人が不動産を購入する契約をしたことと同じことになって、これは取り消しができますよ。じゃあなんで成年後見人に同意権がないのかっていうところなんですけれども、成年非後見人っていうのは初めにも言った通り重い認知症の方なんですよね。重い認知症の方イメージしてもらいたいんですけども、例えば重い認知症の方がこの不動産買いたいですって言って、まあ弁護士さん、成年後見人が、あ、いいですよって同意与えましたと言った時に、成年非後見人が、この認知症の方が、成年後見人が同意した通り、やってくれるかと。
つまりこの不動産買いたいって言っていいですよって時にこの不動産を買う契約をするかっていうと、誤って別の不動産、めちゃめちゃ高い不動産を購入する、売買契約を締結したりとかする可能性あるんですよ。つまり同意を与えたとしても成年被後見人が同意した通り物事をやるかって言ったらやってくれない可能性が非常に高いわけですよ。だからもう法律で事前にもうこの同意権は与えない方がいいでしょということで同意権はなしにしているということです。これは成年後見人の特徴となってますのでちゃんと頭に入れておきましょう。あとここもですね、居住用不動産売却する場合、家庭裁判所の許可必要ですね。これもすごく特徴になってきます。なので、この2つは絶対に頭に入れておきましょう。ここに書いてある内容も全て重要なんで、ぜひ頭に入れていただければと思います。そして弊社レトスでは、個別指導を行っております。短期間で無駄なく、効率的に勉強したい方は、ぜひ個別指導をご検討ください。個別指導については、左上の動画に概要を貼っときますので、概要の動画を貼っときますので、そちらからご確認ください。まだまだチャンネル登録していないって方は、ぜひ、こちらからチャンネル登録していただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきまして、ありがとうございました。レトスの小野でした。